はい、皆様こんにちは。コミック TV 八木でございます。本日はスティーブ・マックイーンのモナコ、そしてサブマリーナについてお話ししていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いします。映画やテレビなどで俳優が着用した時計にフォーカスするアクターズウォッチ企画第3回目のテーマは、前回007の配信の際にコメントをいただきましたスティーブ・マックイーン、こちらの話題でお送りしたいと思います。コメントをいただいたブルース・マックイーン様、リクエストありがとうございます。反骨精神にあふれ、自らの強い信念に沿って行動する男の中の男といった役回りがこれほど似合う俳優はスティーブ・マックイーンにおいて他いないでしょう。1960年から70年代にかけてハリウッドはもちろん日本を含む全世界で人気を博したスーパースターであり、50歳の若さで癌に侵され1980年に惜しまれつつこの世を去った名優、キング・オブ・クールことスティーブ・マックイーンの腕元に注目してまいりましょう。まずは異色のレース映画栄光のル・マンで着用していたモデルについてお話ししていきたいと思います。マックイーン自ら率いるプロダクションが制作に当たった1971年のカーレース映画栄光のル・マンは、人間ドラマやラブロマンスではなくカーレースそのものを描くことを望んだマックイーンの意向により、実際のレースの映像を随所に用いたり、演出や俳優の演技を最小限に抑えることでリアリティと臨場感にあふれる異色のセミドキュメンタリー映画に仕上げられております。マックイーン演じる事故から復帰したばかりのレーシングドライバーが操るのはブルーとオレンジのガルフオイルカラーが目にも鮮やかなポルシェ 917K になります。ル・マン24時間耐久レースを舞台にポルシェ VS フェラーリの激闘が描かれます。その劇中で過酷なドライビングを続けるマックイーンの右手首につけられていたのは、こちらも色鮮やかなブルー文字盤とスクエアケースが特徴的なタグホイヤーのモナコクロノグラフでした。ここで栄光のル・マンのモナコクロノグラフについてお話しします。栄光のル・マン公開の2年前、1969年にタグホイヤー、ブライトリング、ハミルトン、デュボア・デプラの4社連合により世界初の自動巻きクロノグラフムーブメントが開発され、クロマティックキャリバー11と名付けられました。そのキャリバー11を搭載した世界初の自動巻きクロノグラフであり、かつ世界初の角型防水ケースの時計としてタグホイヤーが発表したのがモナコクロノグラフ、リファレンス1133でした。栄光のル・マンにおいてマックイーンは右手首にモナコをつけていますが、これはカーレーサーにとって時計は常にハンドルを握り続ける左手首よりも右手首につけた方が時間を確認しやすいからと言われております。まあちなみにマックイーンはもともと左利きなんですけどね。モナコのファーストモデルは搭載するキャリバー11の構造から左リューズ仕様となっており、マックイーンはカーレーサーが右手首につける腕時計としてリアリティを左リューズのモナコに見出したのかもしれません。ホイヤーからタグホイヤーへと社名が変わった現代においても、モナコはタグホイヤーの主要コレクションの一つとしてメーカーを代表するアイコンの役割を担い続けており、マックイーンの名を冠するモデルやファーストモデルの復刻版などがリリースされております。また2020年12月には栄光のル・マンの撮影に使われたモナコがフィリップスのオークションに出品されました。映画の撮影後、現場でメカニックや安全管理を担当していたハイグ・アルトニアンにマックイーンが送ったモナコ、これは撮影に使われた6本中の1本と言われておりますが、こちらの落札価格はなんと220万8000ドル、日本円にしておよそ2億2945万円でございました。これはホイヤーの落札価格として過去最高額となるそうです。続きましてマックイーンとロレックスについてお話ししていきたいと思います。高層ビルの火災事故を描いた1974年公開のパニック映画の名作タワーリングインフェルノでは、マックイーン演じる消防隊長が劇中でロレックスサブマリーナ、リファレンス5512を着用しております。火災現場というエクストリームな環境で放水にも耐えうる時計として、堅牢性と防水性を兼ね備えた世界初のダイバーズウォッチであり、サブマリーナとそして初のリューズガードを備えたリファレンス5512は非常にリアリティある選択と言えるでしょう。サブマリーナリファレンス5512はプライベートや他の作品の撮影中のオフショットなどでもマックイーンが着用している写真が多く残されており、特にお気に入りの
の一本であったことが伺われます。他にもエクスプローラー2のリファレンス1655はスティーブ・マックイーンの愛称で呼ばれることがありますが、これはマックイーンがエクスプローラー2の広告に起用されたことが由来となっているようです。サブマリーナもエクスプローラー2もいずれも過酷な環境をものともしない屈強な男らしさを感じさせる時計であり、それがマックイーンの男臭さや演じる役のリアリティを一層際立たせてくれているように思えます。これは同じ匂いを放つ人と時計がお互いの存在感を高め合い輝かせる恒例と言えるのではないでしょうか。まとめとなりますが、マックイーンがこの世を去ってから40年が経ちますが、時計の世界においてマックイーンの人気は衰えを知りません。いつの時代にも彼がつけたものと同じモデルのモナコやサブマリーナを求めるお客様がいらっしゃいます。それはなぜか、マックイーンの映画を見た男は皆マックイーンに憧れ、マックイーンになりたくなってしまうからです。時計選びというとファッション性や資産性の話になりがちですが、憧れの人になる、近づくための時計という視点で選んでみると、それまでとは全く異なる運命の一本に巡り合えるかもしれません。そんな時計の楽しみ方はいかがでしょうか。はい、本日の動画はいかがでしたでしょうか。スティーブ・マックイーンがつけている時計ということを聞くだけで、その時計がより一層、よく見えたのではないかと思われます。今後も、こう一人のですね、人物にフォーカスした、この内容を配信していきたいと思いますので、こんな人やってほしいっていうものがございましたら、ぜひコメントをいただければと思います。なるべく頑張ってやらせていただきたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。